あ、中が開かれます。どんな形なんでしょう。ニシンの切りからですね。来ますよ。オープン、オープン。うわ、普通のあれやん。うわ、臭い。もうたまらん。それではこのまま落としてみたいと思います。これ来そう。匂いも強いし。よし、来た来た来ました。ちゃー、あ、こうが来ました。全然うわ、何回だ。うわ、カワハギや、カワハギ、カワハギ。うわー、うまずら。ミノルくん思い出しますね。やった、入るぞ。入った、おめでとうございます。頭工場おめでとうございます。ありがとう、おめでとうございます。ありがとう。あ、体重でまだ、よし、ぴったしカンカン。マダイが来たらさっきの僕のカワハギあげちゃう。本当ですか。うん、はーい、レンズ綺麗になったよ。お母さんも綺麗よ。輝いとよ。ふわまんじ、この日がやってきました。何時間、何時間ぐらいずっとしゃくりよった今まで。何時間ぐらいやろ。3時間ぐらい。3時間ぐらい明日、なんかな。まあまあちょっと大きくなる。おお、すごい、アクアマンジュ。あ、あ、炊いた、炊いた。おお、素晴らしい。美味しいサイズだね。うわ、アクアさん、ほら、持って持って。よかったね。綺麗綺麗。うわ、めっちゃ綺麗。綺麗やね、この時の鯛ね。いや、キラッとしてるよ。うわ、すごい、私、鯛よかった。ねえ、すごい。すごい。出世しとう、いつの間にか。出世しとう。ほら、タイの方が化粧しとうやん。え、ほんと、もう私ハゲ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 すっぴになっております。タイがその分化粧しております。あ、よかった。おめでとうございます。これ美味しいサイズよ。やった。あ、これあれやないと、カワハギもゲットやないと。一緒にカワハギもゲットやないと。ですね、ありがとうございます。タイ、ヒラマサ、ウマヅラ、アコ、いいですよこれ。アクアムシ行っちゃいましょう。アクアムシ、アクアムシ行きますよ。振りながら行きますからね。う、アクアムシ、はい、暗くなっていきますよ。行きますよ。アクアケ夜の食卓、本日は釣れたマダイとヒラマサとカワハギとアコの4品です。まずはこちら、ヒラマサのアラの煮付けです。すごいお顔ですね。結構ね、味を濃いめに甘がらく炊いてます。続きましてこちら、3品のお作りですね。こちらがマダイ、ヒラマサ、こちらがカワハギ、ウマヅラですね。ウマヅラのお刺身です。こちらがマダイの炙りです。どれからいただいちゃおうかな。今日はね、すだちを添えてます。続きましてこちら、マダイのアラのお吸い物です。熱々ですよ。いいお出汁が出てると思いますよ。それからこちら、今夜のですね、茶碗蒸しは、残念、見えてない。今日はね、アコウをたっぷりふんだんに使ってみました。それでは早速いただいてみたいと思います。まずはやっぱりお刺身から。そうですね、まずはタイちゃん、わさびをもうちょっとつけて、こちら、ウマヅラ
馬面ですね、馬面をいただいてみたいと思います。美味しい、コリコリとしていて、でも身はやっぱり甘いです。すごく美味しいお魚ですね。こちらヒラマサをいただいてみたいと思います。ヒラのわさびをちょいとつけて、いただきます。めちゃめちゃ美味しいです。夏マサでもめちゃめちゃこう弾力があって、ものすごく美味しいです。炙りですね、タイの炙りいただいてみたいと思います。めちゃめちゃ美味しいです。炙り正解ですね。ヒラマサの煮付けです。この辺いただこうかな。しっかり味がついていると思いますよ。ひらっとめくるとほら、お肉がたっぷり。お魚好きにはたまらない部分ですね、これ。ちょっとね、出汁にくぐらせていただいてみたいと思います。おいしいっていう言葉以外ない。ひらまさくん優秀。はい、続きましてはこちら、本日も美味しい恵みありがとう。あくあけ夜の食卓、本日は酢豚とクリームコロッケが食べたい娘リクエストです。昨日の釣れたお魚、酢豚ならぬ中には豚肉の代わりにヒラマサが入ってます。夏マサのスヒラ。具材には夏マサの他に人参、玉ねぎ、ピーマン、タケノコたっぷり。こちらクリームコロッケです。中にはタイです。タイのクリームコロッケ、私もまだ食べたことはないんですけど、絶対美味しいと思います。自信あります。定番のアクア蒸し。本日はですね、馬面がたくさん入ってます。見えない、なんていうことでしょう。昨日に引き続き上の方に浮かせたつもりですが、蒸している途中に見えなくなっちゃいました。では早速いただいてみたいと思います。まずはこちら、こちら、これね、夏マサ、豚肉じゃありませんよ。
夏マサです。夏マサの酢豚じゃないな、酢ひらいただきます。あ、いただきます。あ、よいしょ。ソースが絡んでとっても美味しそうです。いただきます。めっちゃめちゃ美味しいです。なんかね、ソースとか迷ったんですけど、やっぱりシンプルにレモン合うと思います。たーっと、サックサクですね。湯気見えるかな。ふわふわ。いただきます。グワッシュ。さて、娘のお風呂上がりとともにゆっくりいただきたいと思います。さあ、今日は終わりましょう。これにて納棺。めちゃ長始まるよということなんですよね。で、堤防に来ました。試してみましょうね。またどうも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 、久しぶりじゃないやろ。今日もストリーミング持ってきてよ、ここに。